令和の天才棋士藤井聡太竜王は、11月19日、王将戦挑戦者決定リーグ戦の対局で、近藤誠也七段に91手で勝利されました。リーグ戦で、5戦全勝と星を伸ばした藤井竜王は、一戦を残して、王将を保持する渡辺明王将への挑戦権を獲得。藤井竜王は、11月13日に竜王を獲得して、史上最年少4冠になったばかりで、次は、5冠をかけて、渡辺王将との王将戦7番勝負に挑みます。11月16日には、B 級1組順位戦の8回戦で、松尾歩八段に89手で勝利。リーグ成績を7勝1敗として、7勝0敗で、首位の佐々木勇気七段の後を追い、2番手と好成績。11月18日に、第29期銀河戦決勝トーナメント1回戦で、斉藤明日斗四段戦が放映され、新鋭、斉藤四段を下して銀河戦ベスト8進出し、2連覇を狙う藤井聡太銀河。その実力を遺憾なく発揮し、まさに機会を駆け上がる昇竜と化しています。藤井竜王の5冠挑戦か。タイトル挑戦したら必ず奪取するし、防衛率 100% やし、どないなってるんよこの人の頭の中。王将戦7番勝負開幕時、藤井竜王は19歳5ヶ月で、2011年の第60期に豊島将之九段が打ち立てた王将挑戦の最年少記録20歳8ヶ月を更新しました。藤井竜王は終盤の攻め合いを制した対局後、王将リーグでは結果があまり出せてなかったので、挑戦権を獲得できて嬉しく思います。結果として自分の実力以上の成績が出せたのかなと思います。トップの方ばかりの中で結果を出すことができたのは励みになりました。挑戦できることを素直に嬉しく思います。と話されました。渡辺王将と藤井竜王はこれまで9局対局し、対戦成績は藤井竜王の8勝1敗。名人、棋王を合わせ持つ3冠の渡辺王将にとって藤井竜王は珍しく大きく負け越している相手です。昨年と今年は、棋聖戦5番勝負で連続して対戦し、昨年は、3勝1敗で、藤井竜王がタイトルを奪取。今年は、3連勝で、藤井竜王が初防衛を果たしました。王将戦7番勝負では、両者が、初めて2日制で対局します。そんな藤井竜王は、渡辺王将について、どのような印象を持っているのでしょうか。渡辺王将は、作戦巧者で、序盤、中盤の戦略が優れている印象で、特に2日制だと、深い考えを持って指されていると思うので、そこにしっかり対応できるように頑張りたいと抱負を語りました。渡辺王将は、藤井竜王の印象として、渡辺王将には勝ちパターンが存在するが、それが藤井竜王には通用しないと発言。勝ちパターンとして、時間攻めしてから罠を仕掛けるんです。そうすると、時間がなくて焦った相手が罠に引っかかりやすくなるんですが、藤井竜王の場合は違うのです。少ない時間でも罠を的確に見抜く終盤力は、逆にこっちが驚かされます。あと1ヶ月半ほどあるので、いい番勝負にできるように準備したいと思います。藤井竜王の師匠である杉本八段は、某番組で、藤井竜王が王将を奪取する確率は 50% と示していました。本当は、そんなもん、うちの藤井がダントツで王将を奪取するでしょう。そこんとこ、よろしく。ぐらい思ってるけど、渡辺王将の立場を排除したんやろうな。両者の対戦成績は、藤井竜王は、渡辺王将に8勝1敗。レーティングでは、藤井竜王が2094、渡辺王将が1923、となっており、渡辺王将としては苦しい状況です。これで渡辺王将が防衛したら、渡辺王将の株は急上昇やな。藤井竜王に3勝1敗で勝ち越している深浦九段をセコンドにつけたら、ええと思うで、中村七段は、過去に、
二人の棋風や関係性をこのように話していました。渡辺名人の将棋というのは判断力が優れていて、局面を早く正確に捉える能力が非常に高い。そして終盤でのスピード勝負が得意です。また木をてらった手というのはあまり刺さず、勝ち身が薄い粘り方はしないという棋風を感じます。その一方で藤井竜王は序盤研究でも実力を発揮されていますが、真っ向勝負できる終盤力が最大の特徴です。表現が難しいのですが、渡辺名人との対局は好きな展開の将棋になりやすい点はあるのかなと感じます。それは渡辺名人の判断力が優れていて、綺麗な手や展開で進めるためと推察します。言い換えれば渡辺名人のベースが素晴らしく高いからこそとも言えます。将棋は序盤、中盤、終盤という3つの状況があります。ただ中盤、終盤と進んだかと思いきや、囲いに金銀を埋めたり飛車角を自陣に打つなど、また中盤に戻る展開が往々にしてあります。でも渡辺藤井戦では局面が逆戻りするような展開は少ない。端的に言うと、お互いがどんどん前に進んでいく将棋。マラソンに例えれば、素晴らしい実力のランナーが二人、暑くもなく寒くもない最高のコンディションで、最高の状態で走り合っている。お互いが素晴らしいペースで走る中、終盤のスパート力を持っている藤井さんが、さらにスピードで伸びるような印象でしょうか。そのため、棋譜を見ると、勝敗を超えて非常に興味深く、ハイレベルだと感じることが多いのです。モンスター級の戦いになる王将タイトルマッチは、絶対見逃したらいかんな。戦略家である、名将、渡辺王将の知略が光るか。それとも、令和最強の騎士、昇龍の如し藤井竜王に軍配が上がるのか。白熱の王将戦七番勝負第一局は、来年1月9、10日、静岡県掛川市で行われます。年始めの決戦をお見逃しなく、有益な情報を配信するためにも、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。良い将棋ライフをお過ごしください。失礼いたします。